第14日を迎えるパリ五輪。ここまで日本は金12、銀6、銅13、計31個のメダルを獲得している。8日は陸上、男子400メートルリレーなど注目競技が目白押しだ。写真、やつれ切った中国選手との差がすごい、息も切れてない藤波明かりの衝撃的な強さ、陸上男子400メートルリレー、リレー侍、が出陣。8年北京。 16年リオ五輪では銀メダルを獲得したが、前回東京大会は1層ただから2層山形へのバトンがつながらず。今大会では、エースのサニブラウンを中心に2大会ぶりのメダルを目指す。女子1500メートル準決勝には田中木、男子110メートル障害決勝には村竹ラシッドが出場。女子100メートル障害敗者復活戦では、 美女ハードラー田中由美が雪辱のレースに臨む。レスリング女子53キロ級決勝で、公式戦連勝記録を136に伸ばした藤波明が金メダルに挑戦。女子57キロ級の桜井つぐみ、男子86キロ級の石黒俊二男子57キロ級にはリオゴリン銀メダルの樋口玲が登場する。 卓球女子団体は4大会連続のメダルをかけて準決勝でドイツと戦う。自転車女子競輪には、準々決勝に佐藤水菜と大理由が出場する。